はい、チャオ、亀岡です。今日はですね、9月の27日水曜日からの日本株を中心にしたらですね、短期の私の相場感、そして気になる金融と経済とビジネスの動きですね。特にね、相場感についてはですね、あと2日ですね、営業日で、配当権利落ち日になります。僕はね、昨日大きく買っていきましたので、今日は確か300円近くですね、この後話しますけども、調整が入っています。昨日250円ぐらい上がったので、今日300円調整入ったってことは、基本的には行ってこいなんですけども、それではね、昨日買うよりは今日買った方が良かったんじゃないかと、亀岡ね、大丈夫なのかと、そういうふうにですね、考えてる、もしくはね、思っている、そういった視聴者のね、リスナーの人もいっぱいいると思いますので、それについての私の見解もですね、ちゃんと述べていきたいと思っております。そして注目銘柄ということでね、今日は、ちょっと夜ですね、打ち合わせがありますので、ちょっと早めに撮っていますけども、ちょうどね、相場が終わったこの15時15分のですね、私の戦略について、そして明日のね、私の、相場感について話していきたいと思っております。ということで、まずは日経平均が反落しましたね。300円近く値を下げたということで、理由はいろいろありますけども、大きく、昨日上がったので、行ってこいで下がった。そして米国株もね、今軟調になっていますよね。そういったところで、嫌気がさされていると。これは配当権利落ちに向けてね、買い方と売り方が、わかりやすく言うと、別に月火で拮抗してますよね。なぜかというと、昨日250円上がって、今日ね、300円下がったので、50円幅しか今のところね、変わっていないと。だ今日1日だけを見るとね、おお、すっげえ下がったなと思うんですが、昨日と今日で見ればね、実は行ってこいだというふうに冷静に判断することができます。一方で、先物下がっていますからね、それもちゃんと今のところ把握していますから、じゃあ私はどうするのかと。いうね、後半ポジショントークを述べていきたいなと思うんですが、まずはファクトですよね。事実を見ると、一応米長期金利の一段上昇を警戒ってありますけども、インフレですよね。と、利上げ長期化、利下げのフェーズがね、なかなかやってこないということを警戒した、投資家心理が、ですね、冷え込んで、今ですね、軟調になっている。特に米国から崩れているということになっているんじゃないかなと思います。じゃあ私の持ち株ね、先ほど冒頭で話しますよね。冷静にね、ちゃんと数値だけを見れば、50円しかマイナスになってないわけですよね。当然私の持ち株も今日ね、見れば、マイナス238、20、違う、23万8000円ということでね、これぐらいしか今日はね、私の持ち株全体としては、崩れていないと。つまり含み損が1日で広がってないということになっています。つまり300円マイナスになってもですね、含み損はマイナス23万円なので、今のところ別に配当とかをね、この後考えれば、全然ですね、想定内と言いますか、かすり傷にもなってないという状況に今あります。なので、今日むしろですね、怯えてね、すくんでしまうというよりはですね、さらなる買い越しを今日も、着実に進めてるってことになりますので、逃げてるとか、戸惑ってるっていうよりは、よりポジションをね、この下がったところを形成してるんだというのがね、私のここはポジショントークになっています。じゃあなんでね、米国が崩れてる中で、日本株をね、再び今日も買ってるのかと。これはもう繰り返し、この私の戦略についてはね、話していると思いますので、できればね、週末に上げたですね、私がここで買う理由っていうね、そういった動画を上げていますので、覚えてたらこちらね、サムネイル出しますけども、ぜひそちらの方をね、ちょっと見てもらいたいなと思っています。そこで詳しく、なぜ私がここで配当を取るのか、で、配当がなぜ有利なのかということについて話してますからね、そこを見てくださいと。ただね、今日は、363円安と、結構下がりましたね。マイナス300円どころじゃないですね。400円近く下がった。それでもね、今日1日のですよ、含み損が前日比で、マイナス23万円、特に昨日めちゃくちゃ買いましたからね。というのは、それだけ銘柄をしっかりと選定して、下がったところで買ってるからというのもね、あるんじゃないかなと思ってます。これをね、闇雲にですよ、ただ人気だとか、ただテーマだというだけで、買っていたらですよ、おそらくマイナス、昨日大きく買ってますからね、マイナス100万円とか200万円になっていたと思いますけども、ちゃんと選定して、いるからというのもあるんじゃないかなと思います。で、今が、今日マイナス363円安なので、75日移動平均線をね、下回って、抜けるかなと思ったんですが、今のところは、
ここに強く頭を押さえられてですね、下落基調継続中ということになりますね。まあ、嫌な動きであることは、まあ、変わらないですね。ちなみに昨日の動画でね、私は相場選手観論っていうですね、私の48点のね、相場術の中の一つを皆さんに、公開したんですが、ぜひやり方を教えてほしいというですね、そんな要望があったので、ちょっと今日は夜打ち合わせがあるので、ちょっと皆さんにシェアできないので、明日の動画でね、必ず秘技選手観論のね、やり方についてはちょっと述べたいなと思ってますが、あっと驚くと思います。今のうちにね、ちょっとはしごをね、上げときない、自分ではしごを上げときたいなと思いますけども、今ね、下落基調であることは変わらないので、警戒する人はね、別に無理やり配当を取りに行く必要はないのでね、ここは待って、11月とかね、10月とか、底打ちをしっかりしてから、狙うっていうのも別にそれはいい戦略だと思いますよ。あくまで僕は、このチャンネルではね、僕の戦略と僕のポジショントークと僕はやってることを伝えてるってことになりますので、逆にですよ、買ってるのに買ってないって言ったらね、それは嫌ですよね。だから僕のチャンネルでは僕がやってることを話してると。なので、今ね、今日も買ってるので買ってるってことを伝えてると。ただ別に、だからといって、真似たからといってね、勝てるとは限らないのでね、皆さんは皆さんなりに戦略を考えてくださいということね。ちゃんと僕はね、その理由ですよね、述べてますので、なぜここで買うのかってことをね、週末動画を見てほしいんですが、一方でね、トピックスはあんまり崩れてないですよね。25日移動平均線を抜けてないですし、当然75日移動平均線もね、まだ乖離がしっかりあるということになりますので、そういった意味で考えると、今のなりにですね、バリューが崩れたとは今のところ言いにくいかなと思います。ここが崩れてね、75日に接近してやや下回るようなことがあれば、当然バリュー崩れたというシナリオはね、当てはまるんですが、今のところまだバリュー相場かなと。今日もね、銀行株力強く上がっていましたし、他にもね、めぼしいバリュー株はですね、上がってる銘柄もたくさんありますからね、この相場の中でですよ、マイナス400円近くになってる中でもということになりますからね。だからそういった意味では、しっかりね、狙っていけばいいんじゃないかなと。今日楽天銀行とかね、めちゃくちゃ上がってましたね。あれはね、すごいなと思います。確か3日連続ぐらいでね、3連複ぐらいしてますからね。狙っていけば、ちゃんとね、いい銘柄を、こういった下落トレンドでも、バリューシフトの中での、当たりに出会えるということになります。ただ、今のところですね、やっぱアメリカ株が弱い、というのがね、日本株の足を引っ張ってるんじゃないかなと思います。ニューヨークダウもね、マイナス先物で111ドル安ということになってますので、それにつられて日経平均もですね、今のところマイナス35円安ということになってます。明日も下がるのかな？ちょっとこのあたりはね、ニューヨークダウの先行き次第かなということになりますけども、明日ぐらいからね、配当権利を狙って、買いが日本株入ってもおかしくはないのでね、下がったら下がってね、僕はもう、選手間の発動するのでね、48点の一つの 僕は別にそれはそれで構わないという状況になってますね。あとはちょっと気になる銘柄ってところで、今日同意ついたのが、なんて読むんだろう、これ。フォンファン、ごめんなさい、間違っていたら、大幅反発ということで、中期経営計画をね、数値目標を期待を上回ったということになっていますね。これ、フォンファンなのかな？もうこれ、ね、ローマ字読みするしかないんですけどね、今日は大きく吹いてますね、15%上昇ということで、かなり同意つきました。気になる方はね、確かこれ、あれですよね、EC サイトかな？ごめんなさい、ちょっと間違えてたら申し訳ないです。だったような記憶をしています。コンサルサービスだったかな。ちょっと間違ってたらここにテロップ出します。覚えていたら、ちょっと今日ね、会議前なので、ちょっと急いで撮ってるので、もしかしたらここにね、テロップ入れられてないかもしれないですけども、それから、レナサイエンスですね。こちらも大幅増幅ってことで、こちらもね、がん治療薬ですね。こちらの治験に入ったので、まだ完全にその有効性とかをね、安全性が確認されてるわけじゃないんですけども、一応治験段階ってことでね、材料されて、今日も上がったと。で、こちらホームページに全部出てますからね、詳しいことはこちらのホームページの IR を見てもらいたいんですけども、レナサイエンスは、今日はでも1%ぐらいの上昇か。まだまだね、75日のあたりで揉んでるように見えますから、この材料がね、でも、医療系はね、今ちょっと弱いですからね、ドラッグストア含めて、セクターとしてはあんまり同意つかないかもしれないですけども、一応材料が出た順ところでね、ご紹介させていただきました。あと気になる金融と経済の動きですね。ヘッジファンドが、アメリカ株をね、レバレッジ縮小ということで、要は、信用
含めて、ちょっとね、ポジションを縮小させるということになりますし、まあ、ヘッジファンドが縮小したということは、他に資金を移してるんじゃないかなと思っています。じゃあ、米国株じゃなければどこか、まあ、金でもないと思いますし、うん、どこですかね、まあ、アジア、うん、インド、うん、日本、場合によってはですよ、うん、中国みたいなこともありえますからね、そのあたりは、まあ、そのメディアのとかね、ヘッジファンドとか、機関投資家とかね、の言葉を鵜呑みにしない方が、まあ、賢くいい投資家として、ね、足元を救われずにね、いけるんじゃないかなと思います。ヘッジファンドがね、まさか米国の中国に投資するはずないだろうというのはね、ちょっと行き過ぎかなと思ってますね。冷静さを失ってるんじゃないかなと。あのロシアのね、ルーブルにだって別に儲かると思えばヘッジファンド投資しますからね。うん、確かそれでね、一時、議員かなんかでね、ホワイトハウスで、かなり、こう叩かれてますよね、ヘッジファンドが。ルーブルに投資をするとは何事だとかね、ロシアのね、オイルに投資をするとはいかんともしがたいぞみたいなね、いかんともしがたい、合ってるかな、日本語。まあね、承知しないぞみたいなね、ことをね、確か言われていましたから、1年ぐらい前にね。まあそういった意味では中国今安いので、まあこういうところに資金を移してる可能性はあります。だって眠らせておくわけにはいかないですからね、1年間休みますみたいな。別に個人投資家だったらできますよね。私もたまにね、半年ぐらい休むことありますよ。十分。そういった意味ではね、個人投資家はそういった休む相場っていう必殺技、これもね、48っていうのは私の一つなんですけどね。それも48っていうの一つかよ、みたいなね、そんな声が聞こえてきそうですけども。ちょっとね、次の出版はね、投資48点にしようかなと。本当に書店に並ぶか、みたいなね。そうそう。企画が通るかみたいなところありますけども。まあ、そういうのをね、喜んでくれる出版社がいたらぜひお声掛けくださいってことになりますけども、そういった意味ではね、うん、だからまあ、今はね、安も相場ができない、そういった機関投資家がどこに資金を移してるかってことをね、まあ、先回りして読むといいんじゃないかなと。インドをこれ以上買うか、プロがね、うん、ちょっと僕はあんまりそれはないんじゃないかなとは思ってはいますけどね。あとは中国不動産がまた揺らぎ始めてるってことで、まあ、習近平がね、あまりそうですね、不動産に対して開放戦略をそんなに取らないですね。市場開放の政策をあまり取らないということで、まあこれは、まあある程度ね、まあその、リセッションって言いますか、不動産リセッションですよね。で、取捨選択をして、生き残るところと生き残らないところが今生まれるってことに対しては、まあ、多少の痛みはしょうがないと思ってる可能性がありますよね。うん、まあ中国のいいところはね、こういった形で、まあ国家主導でですね、多少の痛みを封じ込めながら、次の10年、50年戦略を打ち出せるっていうところですよね。まあこれがまあ、あの共産主義がうまく回った場合の、まあプラスの作用ですよね。もちろんマイナスにね、触れた場合は、独裁にね、走ってしまうとか、一部のね、そのクローズ化されたね、視界の狭い政策で、突き進んでしまうとか、場合によっては軍部が台頭してね、青年将校とかね、揺らいでしまうと、そういったね、右派にね、っていうまあ、マイナス要素もありますので、まあ我々はね、民主主義国家にいますので、まあ民主が一番いいんじゃないかなとは思ってはいますが、果たして皆さんどう思いますかということで、今日はね、この後会議がありますので、この辺にして、行きたいなとは思っております。なので、まあ、いいわけですよ、別に。今のところね、昨日から今日にかけてマイナス23万円ぐらいの含みゾーンですけども、まあ想定内じゃないですかね、300、400円近く下がってね、むしろ、よく粘ってるんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、僕の場合はここから配当投入にさらに明日も買っていく可能性もありますけど、ね、まあちょっと明日も分かんないですけどね、結構ここでもう大きくポジション形成したので、まあ、様子を見ながらということになりますけども、あとは皆さんどう考えますかということをね、ぜひコメントで教えてくださいということで、今日は以上になります。高速で。